こんにちは。遥かなる時の中でマイ人よ。今回もやってまいりましょう。よろしくお願いいたします。さてさて、この曲がね、まあ何度聴いても切ない系なんですが、前回は、ストーリーのイベントの方を堪能した回となりました。で、次の章に進んだところですけれども、次のイベントに備えて、まずは鏡を見て、テクマクマヤコンして、失礼。つぼみ取っときましょうって話ですね。恋のつぼみは、鏡の世界には最大1人4つ分しかないんですよね。だから、もう3つ取ったから、思う心4つ目ですよね。取りにかかりましょうって話ですよね。あ、で、こういうとこ、あ、食い詰みか。あ、もう、巫女の力満タンになってる。ちょっともったいないから、うん、そうですね。まあ、今後、どこまで周回プレイできるかわかんないですけど、うん、あ、どこ行った、どこ行った。ここかな。もうすぐ恋のつぼみ目の前にありますけど、余った巫女の力で先進んでいくのもありでしょうね。よし、じゃあ、蝶々倒すぞ。さあ、蝶々の正しい倒し方。よし、さっさと終わらせるぞ。負けるべくもない。この二人でそのまま良さそうですね。この二人でそのまま追撃で、ジフタイマーからの使いましょう。わかった。右右左左、急に如烈量ジフタイマー。はい、どうだ、聞いたろ。巫女、私にお前の力を。安崎さんが一番そう敵を倒そうとしてますよね。これ2人組のスチールのマークの時の。他はなんか、横島なる者よ、去れ廉価降臨。他はなんか、この廉価降臨は倒そうとしてるのかっていう感じのばっかりです。あー、足りない。あ、テーマがないっす。お前がいて助かったぜ。上出来だ。ふんふん、これをやると、ふんふん、まあ、こうなると思うよ。さあ、重くを上昇して壺に取っちゃいましょう。天狗だ、強い、強いぞ、天狗。天狗、天狗。得意な相手じゃないが、こんなところで負けられねえぜ。音量か。音量です。その通り。では交代しましょう。天狗には、そうですね、祈り君と、で、祈り君に対応、祈り君まだあれですね、追撃属性が少なすぎますね。できる人いる。だからゴン水木、あ、いますね、ゴン水木の人。ああ、で、音声目の人が、まだ、友浅さんしかいない。よし。じゃあ、井上くんからの、ご追撃でいこうか。まずは、一撃目だ。うん。はい。わかったぜ。俺に任せろ。燃えろ、火炎陣。ちょっとこれはね、廉価降臨使わないと、最低限、厳しい相手だ。はい、俺に任せとけよ。ね、こういうさ、あ、倒そうとはしてないなってスチルが多いですよね。お前となら何だってできる。行くぜ、廉価降臨。ドカーン。あ、思ってる強い。倒せた。さらに強かった。よし、君に勝利を捧げたいと思っていたのだよ。この調子で次も頼むぜ。で、この場合は、なるほどね、一気に祈り君が上がると。はい、よし、これで
と、あ、次のつぼみ手に入れましたね。で、鏡の中でもつぼみは手に入らないから、代理の方の元の世界でどっかで拾えるんですかね。さて、じゃあちょっと余って、まだ2回しか戦ってないから、先進むべしっていう感じですかね。で、ちょっと南行きたいな。南というか東、ちょっとより笹さんあたりのところ進めてみようかな。個人的な恋のつぼみにとったね、より笹さんだから、こっち、こっちですね。まずここ、これ濡れて観音と戦います。さあ、巫女殿には近寄らせないよ。気合い入れていこうぜ。さあ、水退治にはどとということになりますが、じゃあ今度は、あ、そうか、それとともにヨリサさん、まあ、周回プレイ多分次やるとしたら第一候補はヨリサさんルートなんですけど、まあ、ただ今回はドニー、あーれ、ご追撃、ドニーよりご追撃はできないのが残念ですね。一回こうして、一回こうして、あ、でも濡れてかんの弱いからな、通常で倒すか。こうしてこうして、ちょっと一回ゆえ子の集中回復しよう。普通で行こう。はあ、実はヨリサさんの攻撃力低い問題で、ちょっと半端なことしますが、木化があればいい、木化があればいい。レンセンさん、大人しげな二人のコンビネーション。うん、じゃあそうしよう。大地を目覚めろ、地雷撃。はい、僕あなたの笑顔が大好きだから、あなたのこと守りたいんだ。廉価降臨。まあ、ああいう寄り添い方はね、憧れますし、いいなとも思いますが、が、ほい、無事倒せました。おめでとうございます。さすがですね、ニコ。よかった。負けたら大変だものね。まあ、廉価降臨までいけたらもう敵倒すのはだいぶ早くなりますね。新名爆使えないと。どのぐらい進もうかな。もう少し進もうか。あ、思うところがある。高2倒してやれ。高2といえばついに申し訳ございません、この敵は苦手で。同じ属性、ちょっと時間がかかっちゃいそう。ちょっと高2さん弱すぎますね。弱すぎますので、木属性2人の殴りでそのまま倒してしまいましょう。で、これ見てください。攻撃力が高そうに見えて、よりささん低いんですよね。アイテムが揃ってないだけだったかな。で、実は耐久型だったっていうのは私には意外だった。よし、じゃあ打撃で倒してください。私はちょっと回復に専念します。あ、いけんね、もう。高2ぐらいやったらもうすぐ倒せちゃいます。助けられたな。感謝する。ふぅ、間に合ってよかったぜ。まあ、みんなの能力アップも拾いながらやってますからね。よし、テマ君に回復を。おっ、助かるぜ。サンキュー。よし、オッケー。素晴らしい勝利でございました。よく頑張ったな。
今ので思う心上昇ってさっきの戦闘結果のプラスよりさらにプラスってことなのかな。読下さんに何もしなかったけど思う心随分上がったなと思ったんですけど、それとはまた別かな。まあ先進みましょう。長いね、やっぱり一人の人を取りに行くとなるとやっぱ長いですね。うん、あの1夢プレイみたいに全員のまんべんなくっていうのはもう初期の段階で難しかったんですね。ネズネズだったけど、ネズか。敵も同属性、長引くでしょうが勝利を収めてみせます。お前は下がってろ。ネズはね、この官僚2人でやっていただきましょうか。さあどうしようかな。うん、あ、なかなか耐久高いから追撃で倒しちゃいますかね。あ、そうね、結構2人た、あ、そうか、場所が良かったんだね。いい技をたくさん拾えたんだね。では追撃ができるやつ、ええ、それで行きましょう。浮上の者よ、滅せよ、陽光天井。さあ今日は蓮華降臨の未来を切り開きましょう。揺るがぬ思いよ、きらめけ蓮華降臨。大盤振る舞いですよ、今日は蓮華降臨の。あ、オーバーキル好きだ。よくやったね、巫女殿。よく頑張りましたね、巫女殿。頑張ったでしょ。じゃじゃん。そっか、ターンが回ってこなかったから上がらないんですね、さっきの友正さん。もう少しやりましょう。もう少し、すいません、おまけを。炎を巫女殿には近寄らせないよ。最善を尽くすのみです。炎にうってつけの方がいるんですよ。さあどうしよう。まあ体力的にはもうヤタガラスもそんなに強いとは思えないんだけど、ここはちょっと、どうするかな。ちょっとここは、追撃いきましょう。それでも私は追撃で決める。はい、そうしましょう。とわなる流れを敵を撃て、追撃派。85いいダメージ。あの笑顔が大好きだから、あの A 線さん狙っていこうとしたんですが、左を多く押してしまいました。ブルブルって。あなたのこと守りたいんだ、蓮華降臨。最後の一撃 A 線さんつもりだったんですけどね。右に弱いんだな私、左利きなもんで。左利き、右手はあんまり強く効かないんだよ。おめでとうございます、さすがですね、ニコ。ごめんなさいね。すごいよ、勝ててよかったね。オッケー、高森さんの資料。では豆だぬきまで行っておきましょう。でここでちょっと通常戦闘します。ユエゴの集中度をちょっと回復させて終わろうかな。お役に立てると良いのですが。僕も頑張らなきゃ。じゃあその間本属性の2人に任せて、ちょっと回復する。はっ、あ、守りました。どっちを守った。ありがとうございます。高見さん
私もたまには八王らしいことをしないとね。もうこちらが応援する間もまでもないか。じゃあもう一回満タンにしちゃおう。またありがとうございます。また私もたまには八王らしいことをしないとね。なんかな、微笑ましいなと思って見てたら東和さんが意外に危ない。君は優しいね。ありがとう。よろしゅうございます。大変結構。勝ててよかったね。君の努力の成果かな。良い戦いでした。次もこの調子で臨みましょう。臨みましょう、うん、よし。ではそろそろ代理に戻りましょうかね。物語進めゆえ子。ちなみにこの時は変化ないですよね。念のため見ていきますが、全体を見通せるのこれか。何にもないよね。大丈夫ですね。ではまっすぐすぐ進みましょう。大文字山ってまだ行ってないですっけ。大文字山だけ丸ついてないけど、これなんか意味あんの。なんかこの中にまたなんかマップがあるのか。まあとにかく行ってみましょう。あ、でも江の松原も同じだね。ではじゃあちょっと一回先進みましょう。じゃじゃん。さあ富士壺に行って、あ、エーセンさんがね、ゆえ子たちのことを。まあでもそれをね、あんまりでもちょっと信じられないようなことをスッとね理解してくれる帝っていうのはね、なかなかですよね。さすが、さすが帝。でついにね、藤壺の中宮と小秀の皇后が2人ね、普段から一緒にいられるようになりまして、よかったよね。何買われたよ。さあ、何があった。現れましたか。まあ、通知してもしょうがないんですけども、オカルト戦法なんだから。そう、ウルトワイルドはおやめなさい。大丈夫だよ。遅れを取りはいたしません。最初の部下うわーとか言ってたけど、遅れを取りはいたしません。正面も、うん、長武とは言わず拳でいきましょう。てっきりこれおとりかと思ったんですけどね。みんなをここに集めて、実はもう神殿の帝を狙ってとかぐらい思ったんですがですが、
襲。実は奇襲だった。ここでの奇襲。集めておいての。そう。一網打尽にしようとしたんだな。だが悲しいかな、敵は一体。お手を煩わせるまでもありません。余裕なぜ。よし、さっさと終わらせるぞ。どうしようかな。まあでもヌエ強いですからね。体力が。これまた、エーセンさんで。待って、エーセンさん。例えば、ジーフ。はい、そうしましょう。とわなる流れを敵を撃て。水撃破。よし。ニコ、かけがえのないあなたのために、鞘的花よ降り注げ、廉価降臨。女の子二人で廉価降臨。どう、あ、すごい効いた。いいですね。素晴らしい勝利でございました。よかった、あなたと力を合わせたおかげですね。ほい。残念でしたね、ヌエさんも。危ないところだったけど、そんなに危なくなかった。かばってくれたんだねって。ですって、鏡ですね、もののふの。さて、で、物語はまだ進む、まだ進む。で、清涼殿で、清涼殿で一つあって、ちょっと見てみましょうね。あ、で、そこで、誰かかに聞く前にですね。なるほど、了解です。では次のストーリーからがまた大事になってくると思いますが、時間もまあ切りのいい形になりましたので、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。さあ、この辺からね、あの八王の鏡の世界でコンプリートしていくというか、みんなを強めながらどんどん先進んでいく楽しみもできてきますね、では、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。ではでは、失礼します。